日本軍親中華のタイでは太平洋戦争中に日本軍が領土内に親中していた期間の対応国について述べる。当時そのほとんどが欧米の植民地支配下に置かれていた東南アジアにおいて唯一の独立国であり日本の友好国でもあった対応国はイギリスやオランダ、アメリカ合衆国、フランスなどの欧米の植民地に囲まれている上に 中華民国やイギリス領ビルマ、ひいてはイギリス領インド帝国やインド洋へのアクセスの中心にもなるため、日本軍にとって太平洋戦争におけるインドシナ半島の重要な作戦基地、平坦基地、海運中継地点となりうる地であり、これらの機能を十分に発揮するためにこの地域における安定が必要であった。日本は太平洋戦争の海戦と同時に人を及び、 マレー方面への進攻によって南方領域攻略作戦を開始する計画を立てた。タイはマレー及びビルマに対する作戦実施のために通過せねばならないところであり、その後も両方面に対する作戦基盤としてインドシナと共にあらかじめ日本が確保しておく必要があった。侵入開始時の日本は武力侵入を実施したが交渉が進み、 1941年12月8日、正午ごろ、日本軍による大量内通貨を許可する協定が成立し、午後3時ごろ、正式に調印を終えた。その後、12月10日夜半に、公主同盟決定、11日午前11時に、公主同盟仮調印、21日正式調印式が行われた。日本は、太陽国の独立国としての地位を尊重し、 部隊の中屯は最小限都市、治安維持、広報支援、対応国軍との共同作戦を遂行していった。開戦当初は、マレー作戦遂行とビルマに対する進行作戦準備のための広報拠点とされ、戦争末期、敗戦色が濃厚になると、インドシナ半島の作戦拠点として整備が進められていった。日地対抗主導命に伴って結ばれた。 日対共同作戦に関する協定により、両国軍は相互に共同して作戦を行い、日本軍は大国内の通過と作戦行動を行うことができるようになり、日本は大国土防衛に協力しつつ、対応国軍と共同して国外に進行作戦を行うことが可能となった。指揮関係は、対応国の対面を重んじ、共同を原則とするが必要に応じ、 実質的に、大国軍を指導することができた。友好国でもありその後同盟国となった大王国に、対しては独立国としての地位を尊重し、日本軍は条約を結び中兵権を獲得し、基本航空部隊他なるべく兵力を中屯させない、方針をとっていた。日本軍第15軍による大国進駐が行われた、あと、当初このエシダ団が万国を防衛し、 さらに第55師団と第33師団がバンコクの安定確保に加わった。1942年1月、この絵師団がマレーへ、第55師団と第33師団がビルマへ向かうと、1942年1月15日に独立混成第4連隊第3大隊を2月3日、同体騎兵中隊と砲兵中隊をバンコクに派遣し、第15軍に編入した。 第15軍司令部では、北部ラムパーン、ピッサヌローク、東北部ナコンラーチャシーマー、南部チュムポーン、ソンクラーに、不評一小隊を、バンコクに、第15軍司令本部とその他の諸隊を配備した。開戦当時の太陽国軍兵力は10万であり、主力は、太中部に約4万、太陽国外政軍3.5万、太南部に1万を展開し、 さらに2万人ほどの憲兵隊及び警察隊が、各要所に、配備されていた。しかし、海空軍はごくわずかであった。日本軍はあくまで内政干渉をせず、戦争目的を理解してもらった上で、同盟国としての友好関係の促進を務めており、大国の軍、民との不要な紛争の発生を防止するように元に、命じていた。1942年頃の空軍の様子は、 第3航空軍が大国土に飛行隊を常駐させることはなかったが、ビルマ方面で作戦行動を展開する第5飛行士団の広報基地として、ドンムアン飛行場の価値は高く、実際に頻繁に利用されていた。そのため、ドンムアン、ナコーンサワン、チェンマイ、ラムパーン、ウドンターニー、ウボンラーチャターニーの各飛行場には、地区部隊を配置し、作戦速応体制を整えていた。 1942年1月25日にイギリスやアメリカ合衆国に戦線復刻を行ったことで事実上数字区国となった。連合国軍機により万国が空襲を受けることはあったものの、結果的にタイ国内で大規模戦闘となることはなく終戦を迎えた。太陽国では終戦直前に新マイ派、自由、タイに政権が移譲されて戦勝国となっているため、 第二次世界大戦史は非対同盟史と対日レジスタンス運動史の二つの異なる視点の歴史観が相互補完的に成り立っている。大国軍は開戦直後から南部、ビルマなど近隣国への外政の意図があり、進出することを企画していたが、日本南方軍はこれを抑え、大北部に大国軍を集結、独力で防衛するように指導を行っていた。しかし、 1942年3月、第15軍のビルマ作戦が好調に推移すると、大国軍の中で、ビルマ北部から雲南への外政を求める動きが強まった。日本軍は敗退した時の士気の低下、軍需品の不足を恐れ、これを認めなかったが、5月2日、大国軍の意図を組んで、外政を指導することを決定した。5月10日に、ジェンラーイ及び、 タイ王国北西地域に駐屯していたタイ、国外西軍、通称パヤップ軍をビルマサルインガワイ島地域へ進攻を開始した。5月26日には、モントン、海からケントンまでを占拠した。その後タイ外西軍は、独力でサルインガワイ島のシャン地域の防衛を行うようになった。しかし、ウッキに入ると、マラリア患者の続出、補給確保が困難になってきたために、 第3師団に類川線を確保させた上で主力を大量一気に撤退させ、道路改修など時期作戦準備を行っていた。1943年に1月再び進行を開始。雲南国境線にまで至り、国境の要所に陣地を設営した。しかし、雨季に入り、またもマラリア属質と補給路の確保が困難となったため戦意が低下した。 1944年2月1日頃の兵力は以下のようになる。セーニープラーモート1942年1月25日、大政府はアメリカ合衆国イギリスに宣戦線布告を行ったが、中アメリカ合衆国大使のセーニープラーモートは宣戦線布告の通達を拒否、対日レジスタンス運動を開始した。アメリカ合衆国は太陽国へ宣戦線布告を出す代わりに、 セーニーの抗日レジスタンス運動を演した。セーニーはアメリカ合衆国を後ろ盾にして、太陽国の保守派貴族を取りまとめ、アメリカ留学中の大学生をアメリカ合衆国戦略情報局との任務に任用しつつ自由対運動を組織した。イギリスとは相互に戦線布告を交わしたものの、同時にイギリス在住の大人によって抗日レジスタンス運動を組織。 当時ロンドンスクール・オブ・エコノミクスに留学していた、プワイ・ウンパーゴンやラムパイ・パンニー・オート、スメラニー、スパサワット・オン・サニット・サワット・デュワットらが中心となり、展開した。大国内の接触府からは、プリー・ディー・パノム・ヨンが、対日秘密工作を国内で行い、終戦まで5万人を超える対,対日、武装レジスタンスを指揮した。1945年初頭までに徐々に、 日本軍支配に対する反抗準備も整っていった。プリーディは特別警察部隊による日本軍機襲も計画しており、主要な交換や日本軍の通信を傍受しつつ、警察隊機襲と対応国陸軍第一不評師団の攻撃と連携させ、万国中東の日本軍を攻撃。要塞に関しては主要交差点にすでに掘られており、 さらに増援には民間服を着せて小集団でバンコクに侵入させる。さらに自由隊はバンコクの部隊を援護するために日本軍の通信社団空港選挙を行うとした。この計画背景にはプリーディは日本軍がタイに部隊を集結させており近い将来タイの国土が戦場となる可能性を危惧していたことがある。 日本軍はもともと広報支援の部隊を駐屯させるに過ぎなかったが、1944年12月以降、駐屯軍を野戦部隊に格上げし、軍事費を集め、中オンナー欲などの要塞化を進めていたことから、戦場となることは明らかであった。時間は、日本時間番国日本は、開戦前から、イギリスやオランダ、アメリカ合衆国などの東南アジアに植民地を持つ。 国々と先端を開いた場合、タイ政府は日本軍に協力すると予想しており、開戦前の1941年11月13日大本営政府連絡会議において、タイ大使策の対抗を定めた。太陽国が連合軍側についた場合、イギリス軍及びイギリス連邦諸国軍が太陽国国土に先に進行した場合の作戦案も設定された。 1941年12月8日零時日本がイギリスと、そしてそのゴーランダやアメリカと戦闘状態に入ると、すぐに、第15軍、第25軍、第3飛行集団、南遣海艦隊、第22航空戦隊を、台東部と台南部へ進行させつつ、イ政府首相プレイクピブーンソンクラームと比、イ同盟の交渉に入った。イ首相から、 進駐許可に関する応答がないため、8日午前3時30分、南方軍は、第15軍に進撃開始を命じ、第15軍は、この絵師団に、大対侵入作戦開始を命令した。12月8日午前7時、トンレサップ湖の北岸シェムリアップ付近から対、新国境から第15軍霊下、この絵師団戦検隊がシソポニエ、自動車で、進軍開始。アランプラテートを抜け、 ワッタナーナコーンの大国軍兵舎を戦闘なく、進軍している最中、午後11時30分平和新中協定成立の法受け、9日メイドンムアン飛行場に到着。トンレサップ湖の南岸にいた、このシダ男子力も、通用、大自動車部隊を率いて、国境を突破。シソポン遺跡で先遣隊と合流、バンコクに入り、チュラーロンコーン大学に司令部を設置した。 さらに、第15軍鉄道部隊も8日に、タイ側の旧国境部分の連結工事を開始した。その日の早朝、鉄道第5連隊第3大隊走行列車が、旧国境に向かったが16キロにわたって機場がなく、走行機動車にゴムタイヤを履かせ、通過させた。10日には、サイゴンから南タイまで連結作業が完了した。また、 第3飛行集団の飛行台77戦隊、戦闘機11機と飛行台31、戦隊系爆撃機9機は8日昼頃、アランヤプラテート上空で威嚇飛行を実施中に、対王国空軍小型機が攻撃してきたため、3機を撃墜した。この事態に対し、ドンムアン飛行場の攻撃を準備していたが、14時に平和心中の法を受け中止。 海上からバンコクへ進軍し、ラーマ六世教確保することを目的にした、このエシダン第4連隊第3大隊は12月3日に、風国島に移動した機。8日3時から4時に、多少の警察隊の抵抗を受けた以外は特に大きな、抵抗を受けることなく、輸送船白馬山丸で、バンコク南方バーンプー海岸に上陸。対応国警察隊と対峙中に、 バンコクの第15軍参謀の情報を受けたいき。13時40分平割にバンコク到着。シンゴラパタニ方面日本軍は海戦と同時に英領マレーへの上陸作戦を企画し、上陸作戦では当初、ソンクラーン、パッターニーなどの台南部に海南東サーアから蝶都都洋接的によって奇襲上陸し、陸上から英領マレーに進行する案が有力であった。 それに対し第25軍作戦参謀、辻正信中佐が自ら偵察機に乗って、要所偵察を行い、その結果、ソンクラー、パッターニーの飛行場は、英領マレーの飛行場に比べて貧弱、イギリス軍の反撃に耐えず、上陸制空権確保にはならないと判断。英領マレーコタバル飛行場同時上陸を観光する、案を陸軍案として、強行に要請した。 南図解艦隊司令長官、小沢寺三郎中将は、陸海軍の意向を聞き、このこたわる同時上陸決行を決断した。さらに、第3飛行集団と第5飛行集団から抽出した第10飛行団が、作戦協力することになった。ソンクラーへは、第5師団主力川村部隊が、輸送船団で8日午前4時ごろ、悪天の中、上陸を開始。 上陸に最終抵抗はなく、ソンクラー新飛行場を占領した。しかし、上陸後、河村部隊は、南部法温山麓の大国守備隊と交戦。再起部隊は、大国王国軍と交戦し、ハートヤイへ進軍。午後2時ハートヤイを占領。鉄道突進隊は午前5時40分ソンクラー。駅で速やかに車両を押収し、ハートヤイ駅。 英領マレーパダンブサール駅付近の国境を突破のために進軍した。一方市川主隊は太陽国軍の抵抗にあい、出発が遅れ午前9時20分自動車を押収し、鉄道の用地となるペラク川鉄橋の確保任務のために英領マレーアロースター方面へ進軍した。主力の川村部隊は佐田尾付近に英院軍機械化部隊が国境進出中との法を受け、 午後2時30分交戦中の大国守備隊からの停戦を受け入れ、午後6時にハート屋へ進軍した。それに対する英印軍第3軍団第6、第15旅団は、英領マレージトラン地から、日本軍の進撃を地帯させるために小機械化部隊と走行列車を佐田尾へ進出させていた。9日21時頃、佐田尾で英印軍機械化部隊と交戦。戦闘末。待つ。 英陰軍は道路橋を破壊して国境に撤退した。10日には再起部隊が国境線通過。12日には日本軍がジットラ陣地突破を果たすことになる。ソンクラー県テーパーへは第5師団安藤主体の一部が輸送船安蘇山丸、絹川丸で8日、仏業に上陸。テーパー海岸に上陸した第3大隊は困難な地形を突破し、 午後7時ごろ飛行場を占領した。第3大隊主力は即座に南下し、9時14分時、安藤主体主力第1大隊と、ヤラー付近パッターニー下半で合流した。パッターニーへは、第5師団安藤主体主力が、輸送船団で8日午前4時ごろ、後天の中で上陸。上陸時攻撃はなく、安藤大佐と、将兵約50名で、パッター氏ー市外へ先行するが、 市街地への途中で、太陽国軍に包囲され戦闘となった。夜が明け、第1、第2大隊が西北部に進出してくると形勢が、逆転し、11時40分、パッターニー市街地北半分を占領したところで、守備隊が降伏。武装解除を行い、パッターニー飛行場を占領した。この時交戦した対陽国軍兵力は、不評1大隊、警察隊1中隊、 飛行場警備隊、約200名だった。日本側の損害は、死傷45名。安藤死体は揚陸作業を待つことなく、第1大隊が先行、第2大隊が続き、速やかに、マレー国境に急行させた。しかし、パッターニー側とかがアイロになっており、第1大隊がとかを終えたのは10日朝となった。このため、隊列は長大になり、10日、正午、 ベートンへの途上で、英陰軍と対峙した時には、わずかな兵を掌握しているに過ぎなかった。他方、英陰軍第3軍団クロコール隊は8日15時に、英領マレージトラ陣地から、太陽国領内に進行。太陽国警官隊と交戦しつつ、9日15時、ベートンを占領。10日、第14パンジャップ第5大隊進軍中に、日本軍の軽戦車隊に遭遇。 交戦になった。11日夜後続の第二大隊が到着。12日全面の英陰軍不評戦数百名、戦車数十両に、不業攻撃を仕掛け、同日12日正午に突破した。13日午前10時には先行していた第二大隊が、ベートン郊外で、英陰軍第16パンジャップ第三大隊と遭遇、交戦となり、夜を徹して、戦闘を行い突破した。 14日午前ベートン北側を通過し午後3時にはベートンを通過し南進した15日正午には国境線を越えて英,英領マレーに進行したうの死体プラチュワップキーリー間へは第15軍うの死体の一部が輸送船清高ライトで8日午前6時頃上陸上陸と同時に大国守備隊が射撃を開始した30分の戦闘の末警備隊を 武装解除し、飛行場を占領した。チュムポーンへは、第15軍部の市体主力が、輸送船伏見丸、両洋丸で8日午前3時白地に侵入し、上陸を始める。大国守備隊300名と戦闘となるも、武装解除し、飛行場を占拠。宇野市体の任務は、チュムポーン上陸後、速やかにクラ地境を横断し、クラブリーへ抜け。 英領ビルマのビクトリアポイントを占領することにあったため、11日早朝対王国軍1小隊と共に、チュムポーンを出発。大軍は途中落語するも、12日14時頃、クラブリーに到着。折りたたみ船で、さらに南下し、14日20時20分頃、抵抗なくビクトリアポイントを占拠。さらに、不評1小隊で、北方 145km にあるボーピンの、 飛行場を占領した。スラートターニーへは、宇野死体の一部が、輸送船山浦丸で8日午前10時ごろ上陸。7日夜半からの激しい風雨のために、入り爆予定が遅れた。上陸後、大国守備隊に攻撃を受けるが、激しい戦闘とならずに武装解除し、空港を占領した。ナコーンシータンマラートへは、宇野死体の一部が、誘導官、占い神の先導を受けつつ、 輸送船三池ケマル、ヨシヒロマルで8日午前8時頃パークプーン川を訴状開始。午前10時頃、ナコオンシータンマラート鉄道駅付近に上陸。大国守備隊と交戦、武装解除し、ナコオンシータンマラート飛行場を占領。1941年12月8日午前9時頃、タイ首相はバンコクに帰還した。人もよりの大国軍指揮官に対し、 日本軍に抵抗しないように命令してきたが、期間後は無線で全軍に停戦命令を形した。大首相は直ちに日本大使に面会を申し入れ、午前9時30分ごろ、面会が始まった。日本は第に次情を釈明して、大量通貨の必要性と即時停戦処理を要する理由を説明し、1、軍隊通貨の承認、2、某守同盟、3、公主同盟。 4.3国同盟加入、いずれかの条約を締結したいと申し入れた。大首相は日本が即時停戦命令を出すことを望み、日本が提示した要望の選択肢から単純な軍隊通過協定を選び、末尾条項にあった日本派将来マレー方面における大の失地回復を考慮、するを不要とし全文削除を要求した。こうして8日、正午頃に協定は成立し、 午後3時ごろ、正式に調印を終えた。タイが通貨協定のみで、失地回復の約束も不要とするのは、日本側の選挙区が不利な場合に英国との国交調整で中立を堅持したかったが、日本の圧倒的な兵力の前に、日本の要求を入れざるを得ない状況に追い込まれたと、釈明するためと推測される。先の停戦命令が徹底されておらず、非で衝突が起きていたが、 8日正午から午後2時までには、おおむね停戦できた。ただし、プラチャップでは、通信機故障のため、宇の死体と長く戦闘が続き、双方に、相当の死傷者が出た。さらに10日夕方に、タイガーから日、対抗主導命の申し入れがあり、ピブーン首相と、坪上定時中隊特命全権大使との間で21日に、正式に調印された。12月10日夜半に、 公主同盟決定、11日午前11時に公主同盟仮調印が行われている。1942年1月25日、大政府はアメリカ合衆国、イギリスに宣戦布告を行った。これによってタイは実質的に数軸国の一員となり、その報復としてアメリカ合衆国は国内の対応国資産を凍結した。 ロンドンの太陽国イギリス大使は戦線布告を通達したが、ワシントン DC のアメリカ合衆国大使制に、プラーモートは戦線布告の通達を拒否し、アメリカで自由対運動を組織し、対日レジスタンス活動を開始した。1942年8月頃から、太平洋地域などで連合国軍の反撃が開始されると、ビルマ方面においても反抗の兆しが見られ、 防衛強化の重要性が増した。当時ビルマ方面の補給路は、ラヘーン迷走とモール面道が、第15軍のビルマ進行の後に荒廃し、シンガポールの海運のみに頼っていたが、輸送船舶の不足、敵航空機、潜水艦による襲撃の恐れが増大していた。そこで11月大本営は兼ねてから、準備されていた対面鉄道の建設を急ぐように、 南方軍司令部に命じた。1942年12月不評第82連隊第2大隊をバンコクに急破し、1943年1月4日、大国中東軍司令部を設置し、第5師団長憲兵司令官、中村昭人中将を司令官に親保した。軍司令部がバンコクに設置されたもののまだ障害的な、色彩が強く、大国防協力、 対重刑圧迫と通過する軍の軍機の取り締まり、兵壇などを担当した。中村中将は、大国との信頼関係を強固なものにすることが、任務達成の道であると考え、当時、対面鉄道の起点となる、万国製法のラーチャブリー・県バーンポーンの日本軍作業隊宿営地において対、現地人取り扱いについて、不満を持つ対住民が宿営地を襲撃し、 日本兵数名を射殺した事件の解決を目指した。事件は日本兵への悪感情を生む事態に発展し、南方軍は賠償金を請求するなど、大政府に対して厳重な抗議を行ったが、容疑者に漱石のものが含まれるため、大政府には国内法で処理できず事態が泥沼化していた。さらに、大国政府に対しても未払いの債務が多く残っていた。 そこで、司令部は、大政府からの賠償金を一旦受け取った後で、その賠償金を、イ親中の中で、日本軍と交戦し戦死した、タイ国軍人の遺族への休日金とすること、債務を完済し、英軍残地物件を、タイ側に引き渡すことで、円満解決を図った。さらに、日本軍兵士に、タイの習慣やタイでの生活の諸注意を書いた。 パンフレット数十万部を印刷し筆形のものとして周知徹底させ信頼回復に努めた。さらに南方軍はタイからビルマ方面へ抜ける軍用道路の整備も進めた。1942年5月南方軍の命によりタイ国中東軍司令部は倒査を行い北部ビルマ県丹高尾道ラヘーンソーとモール面道は通行可能とし第二次整備に回しチェンマイ、 トングー道の開設をすることで決定した。チェンマイ、トングー道は、チェンマイ知事を建設責任者、大国妊婦を募集して建設を開始した。この道路改修は2年にわたり行われ、1943年6月19日に在インドシナ第21師団工兵隊に指導に当たらせた。1943年8月には、 第15師団を南方軍総司令官直轄とし、その一部を道路改修に当たらせた。さらに11月9日、第15師団が、不評3大隊、砲兵1大隊、工兵1中隊を、大国中東軍の指揮下に入れ、ビルマに前進すると、大国中東軍は、残地部隊内、不評2大隊、工兵1大隊を道路構築に当たらせた。 その後1944年1月第15、軍山地部隊がビルマに前進。道路構築は引き続き、第21次大公兵隊によって行われ、1944年5月に、作戦道は完成した。1943年中盤以降、太平洋及びアジア各地での日本軍の戦況、さらにはヨーロッパでのドイツ、イタリアなどの戦況が悪化しつつあると、 ビルマでアキャブ作戦が開始されるなど英印軍の反抗が強まり、大国中東軍の兵力が増強されていった。1943年12月10日、独立混成第29旅団が編成され、大国中東軍に編入された。タイ中東軍は独立混成第29旅団をビルマ、マレー地域の安定のために、バンコクと東部国境域に配備した。 1943年5月頃から、バンコク周辺では、対日レジスタンス運動自由タイの策動が必要となり、新日派、対日政策の妨害が行われるようになっていた。そこで、1943年7月4日、日本の東条秀樹首相が、バンコクで、タイのピブーン首相と会見し、北部エリマレー4州及び、ビルマ領、シャン地方、 ケンタン州とモンパン州二州の退位上について意見交換が行われ、活動が決定された。この異常はイギリスに奪われた対応国執地回復の悲願を叶えることであったが、財政不安、ビルマ民衆の不快感、さらにヨーロッパにおけるドイツの劣勢などによるイギリスへの配慮から手放しでは喜ぶことのできない状況となっていた。百四十三年十一月十七日、 ピブーン首相は、バンコクからペッチャブーンに遷都する計画を発表。1944年2月、マレーに第29軍が置かれると、プラチワップキーリー艦以南が、その管轄下に入ったため、チュムポーンの独立不評第160大隊と、カオハーチの独立不評第161大隊が、第29軍に編入された。しかし7月上旬には、欧州における、 第2戦線の成立に対する隊の反響を憂慮し、この2隊を再び独立混成第29旅団に復帰。独立不評第160大隊を万国に、独立不評第161大隊をラムパーンに派遣して、警備に当たらせた。1944年1月下旬、ビルマ方面の作戦の進捗に伴い、多くの兵力を消耗した。その人員補充のため、 南方軍は第7野戦補充隊をタイに派遣し、同隊は2月下旬にチェンマイに進出。主力をチェンマイに駐屯させ、一部をラムパーン付近の防衛に当たらせた。同隊は、不評三大隊、砲兵隊、工兵隊総員およそ4700名であった。幹部人材の消耗も大きく、第2野戦補充隊司令部をバンコクに進め、業務を開始させた。 1944年7月20日及び22日の国民議会ですでに建設に着手していた戦闘計画が否決され、1944年7月政権が倒れ、日本軍は大の動向を憂慮した。8月1日クアン・アパイウォンが首相に就任すると、日本との親善関係は維持が表明され、非対同盟は維持された。1944年9月、 南方軍は北部、中部ビルマの放棄し、マレー大の国防と南部ビルマ戦略を第一義とするように方針を改め、大の戦略的な位置づけはビルマ、インドネシア方面の作戦行動に対する広報基盤から前線の平坦基地としてより作戦への関与を強めていくことになった。大国の平坦基地としての能力向上と陸上輸送の充実を図るために、 1944年末には、タイ国内で編成された、平坦地区イ本部、陸上勤務中隊、平坦病院が、タイ中東軍の戦闘序列に編入され、北部タイビルマテマセリウム地区での平坦業務に従事した。さらに、鉄道の作戦運用のために、南方軍や先鉄道司令官の下に、タイ鉄道隊と対面鉄道隊を編成した。 さらに1945年4月には、第7方面軍補給所相万国首相を機関として、第39軍補給所長が編成された。大国中東軍においても、大国域の防衛と安定、障害を目的とした中東軍からビルマタボイ、メルギー付近のテマセリウム領域の確保を組み入れた野戦軍として、目的の大幅な変更が行われ、 1944年12月20日、大国中東軍を第39軍に改編し、テナセリウムのニコ大隊とその配属15流中隊を独立混成第29旅団の指揮下に入れた。さらにラムパーンで、チェンマイ、トングウミチの構築を行っていた独立不評第161、大隊も独立混成第29旅団に復帰させ、台南部へ向かわせた。 独立混成第29旅団テナセリウムにおける敵軍の上陸、飛行場の設定の妨害と、プラチュワップキーリー間、メルギー作戦自動車道路の構築、対面鉄道の警備を行っていた。この道路は4月28日に開通した。さらに1945年1月14日、スマトラにあった第4師団をタイに転身させ、第39軍の指揮下に入れた。 1945年以降、日本軍の占領下にあり安定していたシンガポール、サイゴンなどからの輸送路は、陸海ともに断絶することを予想し、大量域内での自活を掲げて努力を行った。大量域内では、砂糖、タバコなどの自給は不可能であったが、おおむね完全自活の域に達していた。大米には余剰があり、マレーやビルマなどに輸出を行っていた。 さらに木造船造船も順調に行われていた。1945年2月に軍需品の入組合を作り、三菱商事会社が組合長として業務を行っていたが、生産基盤強化のために、軍経理部長、町野和夫主計省省を中心に、陸海軍一帯に大国軍需品生産調達事務局を新設、13製作所を設置し、 日本人商社の企業統合を推進した。1945年2月に、これまで親数軸の微斯政権側についていたものの、本国からドイツ軍及び微斯政権が完全に放築された不治インドシナを安定化するために行った。日本軍による不治インドシナ全域に対する武力処理名号作戦が成果を収めると、タイを中心に戦力の結集が行われた。 さらに4月からアメリカ軍の沖縄への来航が始まると、本土との交通が遮断され、南方圏での自活自給体制の強化が求められていた。まず、1945年4月上旬には、北部仏院から第37師団を万国に転用。6月中旬には、ビルマから第15軍司令部と第15師団を抽出し、第39軍へ編入した。 ついで6月下旬にも北部仏院から第22師団を第39軍の指揮下に入れ、バンコクへ移動が行われた。さらに1945年4月頃からビルマ方面からの撤退者、栄養失調や傷病者が多数流入し、第39軍司令部の勤務は多忙になった。大国の治安警備を強固な物も々のものにするために軍事施設であるバーンポン、 カーンチャナブリーの軍集積倉庫の警備の厳重化、バンコクプラカノーン集積所及び、弊社の遮兵と統治下の建造した。さらに、バンコクのルンピニー公園には、拠点式複核の建造、軍司令部、貨物省など重要拠点に防御設備を建造した。さらに、ビルマ方面作戦に従事した第四師団不評第十一連隊が、百四十五年一月十四日、 バンコクに到着し、バンコク南方 12km プラカノーン兵舎に駐留したが、3月27日空襲で被害を受けた。そこで、対空防御上適当でないと判断し、4月8日、兵舎をナコオンナーヨック東方に移動した。この移動に伴いや、方兵第4連隊主力も移動させ、地下格納骨、給水設備、バラック建設とナコオンナーヨック複核陣地の 構築に当たった。1945年6月頃、第39軍は、国境地帯に、敬意な防御陣地しか持たず、前線に直面するようになった、大国では、急速に防衛体制を整えつつ、国内で高まりつつあった、抗日運動や大国軍の廃藩を予約する、必要があった。そこで、ビルマ戦線より着任した第39軍、作戦主任参謀、 辻正信大佐の強い意見により、対応国国内での防衛強化が実行された。万国の防衛設備の強化3ヶ月分の軍需品の備蓄ドンムアン飛行場における、対空火力の増強北部、タイ、ラムパーン・チェンマイ道、ラムパーン・ルワン・ヌア道の重心抵抗防御陣地の構築ビルマ・タボイ、メルギーの揚陸防衛、防御陣地の構築メルギー飛行場の 破壊孤立自給できない部隊の合流地方飛行場の防衛と不要飛行場の破壊さらに軍司令官、爆料の外出を禁じ、休日を廃止、1ヶ月で完成するように指導した。防御陣地は、軍司令部地区、軍司令部官邸、ルンピニー公園、貨物省、日本大使館、クローン2以降、さらにバヤー隊通りの南方第16陸軍病院。 戦勝記念塔前などに構築され、特に戦勝記念島統治下陣地は、鉄道連帯によって、最も堅固に建設された。大国軍も日本軍の防備強化に伴い、大国平営付近、バンコクの主要道路集合点、バンコクドンブラン道の各所に統治下を構築した。この頃、第四師団のスマトラから、北大への進出が完了し、第七野戦補充隊と交代して、 北大及び南部シャン州に配備された。これに伴い第7野戦補充隊は、バンコク防衛隊となり、6月11日以降、バンコクの任務を任じられた。大国内での兵力、兵艦の強化も虚しく、ビルマ戦線は南方に押し下げられていった。それにより、爆撃により大国南北縦断鉄道の強梁破壊が頻繁となり、マレー鉄道、対面鉄道ともに、 十分な輸送ができなくなっていた。さらにビルマラングーンの疾患を南部ビルマをインドシナ半島防衛の前衛という位置づきに改めビルマ隊の師団を改編することの必要性が大本営に受信された。それを受け7月15日に第39軍は第18方面軍に昇格した。8月6日には第33師団を第18方面軍に編入。 さらに8月8日には、第56師団及び、第54師団を指揮下に入れ、インドシナの半島の中核として、防衛体制強化を行い、磁気作戦の準備を行った。この編成に伴って、第15軍にあった第31師団、第33師団は、ビルマ方面軍の直轄となった。大国各地ではビルマまで勝利を収めた、印軍の進攻を阻止するために、 各地で戦闘が行われていた。台南部プーケット沖では、1945年7月25日、英国巡打艦隊が現れ、プーケット島を砲爆撃し、上陸作戦を開始。しかし、日本軍守備隊が上陸を阻み、撤退させた。翌7月26日、第三航空軍独立107教育飛行団、第三教育飛行隊霊下の97式戦闘機、 特攻隊7世や君地隊が本戦争で最後となる陸軍特攻を観光し、2期命中合鎮一隻、撃破派一隻の戦果を挙げた。艦隊は同日中に撤退、特攻隊員3名に対して特別昇進が発令された。8月15日終戦を迎えると、翌16日に、プリーディは国王を代行して、大英米の戦線復刻を無効とする宣言を行った。 さらに、プリーディから、クワン・アパイウォンが、摂政に代わり、1945年9月17日に、自由体を組織したセーニープラーモートがタイに帰国、首相に就任した。しかし内閣は、プリーディ・パノムヨンの信奉者によって占められ、プリーディはクワン・アパイウォン政権時と同様、政権の背後で勢力を振るい続けた。太陽国の戦後処理は、 自由対運動による連合国軍への貢献の結果、アメリカ合衆国に戦線布告をしていないとして、対応国を敵対国としないことに決まった。しかし、他の連合国はすんなりとは、大の戦勝国入りを認めなかった。イギリスは、大政府に、英マレーへの米輸出でも賠償を求めた。フランスは、普通量インドシナ占領地域の返還するまで、 国際連合への加盟を認めない決定をした。ソビエト連邦は国内の反響規則の撤廃を求めた。日本側の文献では、レチャブン中将と表記されている。し官名のプラウィチャイユッタデチャガーニとも、日本側の文献では、ホンハーン少将ないし、タオンハーン少将と表記されている。日本側の文献では、クリアンデート少将と表記されている。 ありがとうございます。